おはようございます。今日これから作るのは豚汁です。イエーイ実はうちの定番料理なんです。あのね、いつ定番になったかっていうともうちょっと覚えてないんですけど想像してる豚汁よりはちょっとヘルシー寄りになってると思います。今日はそのいつも通りの豚汁を作りたいと思います。 GO! 大好き生姜、これをします感じたっぷり感。材料ですが、白ネギ、ごぼう、大根と玉ねぎ。玉ねぎじゃないよ、ちょっと待って、大根と人参、怖恐ろしい、すいません、大根と人参こだわりがこれです。じゃじゃーん、生姜です。大好き生姜、このれを使います。で、あとはこのお肉です。この豚肉がバラじゃなくてももです。一番の豚バラ肉を使わない豚汁をよく作ります。もちろんあの豚バラのあのちょっと脂身が出て柔らかい感じも好きなんですけど、ちょっとあえて家ではよりヘルシーにってことで豚もも肉を使うことが多いです。ジャンボパックでがっつり入れますいつもあとはこんにゃくを使います。じゃあ切っていきましょう。あ、大根は皮はもうそのまま使います。え、皮ついてる、え、知らなかった？なんか皮にやっぱりなんか栄養分とかもよくある、食物繊維とかも皮に含まれてるってね、野菜も効くので皮はそのままです。まあ大体これぐらいの魚、これを4等分にします。人参も同じぐらいですね、7ミリぐらいですかね。なんかもうちょっと具を入れてもいい気がしてきて、どうしよう、ちょっと増やそうかな。大根と人参増やすか、ちょっと増やそう。せっかくなのでなんかもうちょっといつも入れてる気がする、ちょっと増やします。それぐらい増やそうか。 OK、 とにかくうちのあの豚汁は具だくさんなんですよ。もうね、あのスープというかお汁があんまり感じられないんじゃないかって心配になるぐらい具だくさん。こちらに移しておきます。すごい溢れんばかりの人参と大根ができました。よし、まあまあまあ、とりあえず置いとこう。ごぼうは大体なんかこう逆書きでさっ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 とこう細かいごぼう入れる方も多いと思うんですけど、うちはもうこう斜めにこういう感じで存在感のあるごぼうにしてます。よし、でネギです。これも斜めに切っていきます。はい、で大事な生姜です。これを切っていきます。生姜もこの皮も使います。皮のまま全部、なんかね、生姜の皮にもやっぱり食物繊維があるみたいなのでもったいないので、やっぱり生姜入れるとすごく味に深みが出て、であとやっぱり体が温まるので
とにかく私何にでも生姜を入れる癖がもともとあって、あの野菜炒めにも生姜刻んで入れたりとか、なんかね結構するんですよ。っていうのは母が多分そういうタイプなのかも。生姜何にでも入れようって、あの体にいいから、体温まるからっていつも言ってた。そう、多分それが埋め込まれてるのか、埋め込まれてるか刻まれてるのかもしれないです。こんな感じ、しっかりあのザクザクっとした食感を感じられるぐらいの粗みじん切りでいつも作ってます。すごい量だ、いつも思うけど本当にすごい量。まあ、最後半かけぐらいはもう、これぐらい、そんなに変わんないかもしれない。では全部切り終えました。 OK。 このお鍋、あのカルベさんが結婚祝いで、はい、プレゼントしてくださいました。おしゃれなこのグレーがとっても気に入っていて、本当にガシガシ使わせてもらってます。よいしょ。なるべく広げて、味をつけておきます。少しの生姜をちょっともう使っちゃいます。入れます。もう早めに一緒にして味を染み込ませる。いい香り。もうやっぱ豚とね、生姜は間違いない。で、この同じフライパンを使って野菜を炒めていきます。豚肉の油が出てるので、もうこのままで大根入れていきます。バサッと、ちょっと多いな、ちょっと多いんですけど、ちょっともう入れちゃって、だいたいこう多くなっちゃうんです。ごぼうも入れちゃいます。もう溢れんばかりとはこのこと。そう、ちょっと多いですよね。いいんです。いいんです。これで。生姜を加えます。ザーッと。もうほぼ入れちゃいます。水を少しだけ足します。下が焦げつかないように。はい。一度蓋を閉めて蒸し焼きにします。よし、よいしょ。おー、ブツブツしてる。うわ、いい香り。あ、ちょっとずつしんなりしてきましたね。ちょっと透明、わかるかな。うん、いい感じです。ネギを投入します。3秒ルール、3秒ルール。すみません。はい。ちょっとおネギを入れたところで、ここでお出汁をそのまま入れます。さーっと入れて混ぜます。いい香り。炒めたっていうか、ちょっと蒸して焼いていくと、
しても野菜のかさはこう減るんですけど、どう考えてもちょっと多いですよね。これでいいんです、いいんです。あのね、これあのお出汁で味をつけたこの野菜がとにかく美味しいので、私はこれを明日以降のご飯の材料にします。このままあの野菜炒めにしても美味しいし、このまま煮物にちょっとこの野菜を入れても、もうこの味がとにかく生姜で効いているので本当に美味しいので、何にでも合うので、もうこの豚汁の時に一緒にこう作っちゃうんですよね、明日以降のものも。そうだからちょっと多い分はこう取って、そうこれぐらいに減らして、これ豚汁用にして、これでも多分相当具だくさんなんですけど、これぐらい結構な量なんですけど、これぐらいあったらあの煮物にも、あと野菜炒めにも何にでもなるので、はい、これでもう味をつけた状態でこれをラップして冷蔵庫に入れます。万能、何にでも使える。で、減った分ここに豚肉をドドンと入れていきたいと思います。じゃあ豚肉を入れて、おー豚汁らしくなってきた。さあこんにゃくなんですけど、これがポイントで、見てもうこうやってもう便利なサイズに全部こう切られてるというか、ちぎりこんにゃくっていうのかな、なんかこんなサイズ、一口サイズ でこのまた平べったいこのこんにゃくがね、とにかく食べやすくて、そうこれを使います。よし、さあだいたいもう味が馴染んで結構グツグツ言ってるので、ここでお水を投入します。ひたひたになるぐらい、これぐらいかな。もうギリギリまで入れてます。盛りだくさんで、最後にちょっとこの残りの生姜を最後までたっぷりと入れて、であとは煮込む。簡単。最初に炒めちゃうと少し柔らかくなるんですけど、最後にこう仕上げで入れることでちょっとざっくり食感残してます。よし、よいしょ、ここから煮込みます。ちょっと吹きこぼれが怖いので少しだけずらして、うん、オッケー、そろそろいいかな、グツグツ言ってます。ちょっと見てみよう。おー美味しそう、いい感じ。大根もだいぶ透明になっていい感じです。お味噌入れます。 OK、 おーいい感じ、すごいな、やっぱりもうこの具沢山。毎回思うんですけどすごい量。さあお味噌入れたらあの火は消します。香りが飛んでしまうの で閉じます。ちょっと味をなじませます。いきますね、せーの、オープン。うーできたー、じゃーん、おいしそう。ふーできます、すごい量。サーモンに入れました、ドドーン。青ネギをちょっと添えてたっぷりと。おお、重たいんですよ、もうすごいのこれ。でここであのポイントは最後にあのごま油をちょっと回しかけるっていう、ちょっとこれぐらいかな、もうたらーっとこれぐらい回しかけて完成しました。ごま油が入るだけでね、もう一
気に風味が広がるので、これはポイントです。いただきます。では豚かな、豚と生姜でいただきます。お肉ほらほら、生姜がくる、シャキシャキの生姜、おいしい。あー、効いてるわ、今日も効いてます。こんにゃく食べやすい、本当にいいサイズ。私何もしてないんですけどね。もう切られてるっていう、この絶妙なこのこんにゃく様、ありがとう。どうだったでしょうか。ちょっとあまりに具沢山でびっくりされた方もいるかもしれないんですけど、美味しそうだなと思った方はぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日は我が家の定番料理豚汁をご紹介しました。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。皆さんも豚汁で体ほくほくにしましょう。以上、フロム長島でした。